中から泣き出しそうな顔になってきました。ポーランドの高校1年生アンナ・レシュニーオ。ここで必死に笑顔を作ってお客さんの声援に応えます。宮田さん、失敗が、まあ、失敗を呼ぶといいましょうか、なかなか本番ではうまくいかないっていうことが応援して続きますね。まあそうですね、ただレシュニーオ選手の場合には大体これはほぼ今朝と同じぐらいの出来なんですね。ですからここへその外へあたりからですね、ずっとこの、だんだんこのジャンプの高さとかですね、回転の回転軸とかが少しずつずれてきてたんです。ですからそういう意味ではね、非常にその調子がどちらかというと崩れてきてですね、すごく苦しいところにこの試合が見つかってしまったっていう感じですね。最後のジャンプは左足だけで踏み切るサルコーですが、これも立てませんでした。ジャンプは6種類、前向きに踏み切るアクセル、あと5種類は後ろで踏み切りますが、まあ、それぞれ右足、左足、もう一方のつま先をつくかどうか、つま先等をつくかどうか、それによっていくつか種類があります。ルッツ、トーループ、ループ、フリップ、そしてサルコー。まあ一つの種類のジャンプを何度も飛ぶ、それよりもいくつかの種類のジャンプを飛ぶ、これが高い得点につながります。技術的な部分を見ますテクニカルメリット、6点満点で9人のジャッジが得点をつけます。まあ、5点台が出ますとなかなか、まあ、いい演技ということになります。国際映像で制作されています英語の文字スーパーです。芸術的印象点が4点台が3人、15人滑って現在第3位、テクニカルプログラムと合わせてトータルの順位です。日本井上9位です。スケーティングの良さは世界のトップという評価が与えられている佐藤由香。テクニカルの失敗はありました。楽しみで滑ってきてほしい佐藤由香、リレハンメルオリンピックフリーの演技です。最初のルッツはトリプルルッツ、立ちました。次のジャンプまで行ければ後が楽になります。フリップは、フリップ頑張った。曲はパキータ。ループは
クルルダブルトーループ。サルコー、サルコー、これは綺麗に決まった。表情が少し和らいできました。苦しんでいたダブルアクセルからダブルトーループです。ステップワークです。最初のルッツがうまくいって気持ちが乗っていきました。日本の佐藤由香、今朝の練習でも本当に今飛べたトリプルジャンプがもう何も飛べなかったんですね。でこの6分間のマルクの時も、もう本当にシングルを飛んだりダブルを飛んだりして、もう必死の思いでそのタイミングを合わせたんですね。これがもうここまでできればもう本当安定の出来です。もう何も言うことありません。見事な集中力、本当に朝の練習では五十嵐さんご指摘のようにジャンプが全てうまくいかなくて考え込むシーンが見られていました。ユカスマイルが出ています。リレハンメルオリンピックハーマルアイスリンク、
後半になってもスピードは落ちませんでしたし、本当にあのステップも良かったですし、もう今日は言うことないですね。本当によく頑張ったと思います。ピーター・ダンフィールドコーチが迎えました。ステップからトリプルサルコですね。安定してますね。後半はもう表情が普段のゆかさんに戻ってました。得意のこのループよく頑張ってますね。そして井原さん、このステップですね。このステップ、これ見ていただくと分かると思うんですけど、氷の削りかすが本当に出てないんですね。これだけのステップを踏める選手となかなかいません。お父さんでもありコーチでもある佐藤信夫さん、5.7 という高い得点が出ています。思わず拍手をするピーター・ダンフィールドコーチ。五十嵐さん、いい点が出ましたね。これはいいですね。そしてアーティスティックインプレッション、こちらも 5.7、 16人滑って現在佐藤由香トップ、テクニカルフリー合わせてトップ。今日のフリーの演技、ここまで終わって各ジャッジが1位を並べている。テクニカルプログラムと合わせてトータル1位。